クナが狙う伏黒の真の力。大学受験を控えた生徒は共通テストが終わったね。まず、ここまで大変な戦いだったろう。お疲れ様。そんな中、呪術廻戦も激しい戦いが繰り広げられた。今日の授業は、本誌171話、東京第一コロニー11、伏黒恵の領域内で激しいバトルが展開。その陰で、様々な暗示が散りばめられた。作中最大の謎、スクナーに関しても、ヒントが隠されていた。この授業は、171話のネタバレを含むから、勉強が忙しくて、まだ見ていない生徒は、学園入学の証として、チャンネル登録して帰りなさい。さて、今回の時間割はこんな感じだ。それでは、授業展開。前回は2週間前の170話、センターマン高場の介入により、伏黒はレジート一騎打ちの状態。また、レジーの術式がレシートの契約の再現であることが判明。物を取り出すだけでなく、5つ星旅館の領収書で体力を回復できるチート能力だ。なかなか決着がつかない状況で、勝負の舞台は体育館へ。そこで、ついに伏黒が領域、看護安永亭を展開する。見逃し厳禁。ここから、171話スタートだよ。領域を展開した伏黒に対し、それでも冷静なレジーが奥の手を披露する。奥義、いや骨面、急に難しい言葉を使うからびっくりするよね。開始早々、黒板の出番だよ。呪霊操術、黒の板、板垣。レジーが発動したいや骨面、これは京都校の役立たず三輪やメカ丸が使っていた新影流簡易領域の原型だという。ちなみに簡易領域は京都校のゴリラ、東堂葵やシスコンウイウイも使っていたね。原型ということは、それよりも昔の形ということになるかな。つまりレジーは過去の10社ということに。これは授業の後半で少しだけ触れようか。効果としては、領域の中和、そして必中効果の打ち消した。現時点で領域展開に対応する数少ない技術の一つ。実際、マヒトが渋谷で領域を展開した時、東堂はつくもゆき直伝の簡易領域で防いでいたね。これは復讐だが、他にもジョーゴと花見が使った自身の体に膜のように薄い領域を展開する領域転炎がある。ごく微量だが、領域を展開しているため、簡易領域と同じように領域展開に必中効果を中和できるんだ。話が逸れたが、これで領域の必中効果を打ち消したレジー、残念でした。と言って余裕の笑みを浮かべたが、伏黒の式神、ガマの下がレジーの両足に巻きついた。なぜ当たる？確かに必中を防いだのに戸惑うレジー。なぜレジーのイヤコズラが効かなかったのか、ここも解説しておこう。まずそもそも、イヤコズラ簡易領域は、術式の付与された結界を中和する技術だ。結界の必中効果、必殺効果を防ぐもので、単純な術式そのものには無意味。また別の方法で塞がなければならない。つまり完成された領域の効果は必中必殺なので、いや骨面や簡易領域で完全に防げるが、領域を展開していないような単純な術式では完全には防げない。そして今回の伏黒の領域はまだ未完成、必中効果は付与されていない。こうなると話が変わってくる。現時点で領域展開看護安永亭は必中必殺の効果はなく、術式特殊の影棒術のイメージを広げ、潜在能力を120%引き出すためのものに過ぎないってこと。つまり強力なバフがついているくらいの効果ってわけさ。だから伏黒の領域に対しては、必中必殺効果を持つ完全な領域展開を防ぐためのイヤコツラや簡易領域ではなく、普通に術式を防ぐ技を出すべきだったんだね。未完成な術式だからこそ、イヤコツラでの防御の穴をつくことができたってわけさ。そしてレジーを追い詰め、伏黒が言う。薄ら笑いが消えているぞ。伏黒の未完成領域内でガマによって動きを封じられたレジー、そこに次々と拳を打ち込み殴り飛ばす伏黒。しかし吹っ飛ばされたことで伏黒と距離を取れたレジーが4本のナイフを再結晶させ足に巻きつくガマをと切り落とす。ここから反撃しようとするが、いつの間にかもう一人の伏黒が現れ、レジーの足を救う。そう、伏黒の影、本物の影分身だね。みんながナルトで見て必死に練習していたあれだよ。レジーの反撃は伏黒が銃で受け流し、影分身が強烈な打撃を食らわせる。容赦なくレジーをボコボコにしたり、自分は防御に専念して攻撃を影分身にやらせて働かない伏黒くん。どこそのパパ黒さんの影が見えるね。働きなさいよ、磁気投手。さて、そんな伏黒の戦い方を見て、レジーはこの領域について理解し始める。影分身も式神も領域内でレジーに当たる前から実体があった。ここが引っかかっていたレジー、呪力の消費を抑えるためにも、必中の領域なら当たる瞬間にだけ実体化すればいいのに、それをしない。わざわざそんなリスクを背負う必要はないので、しないのではなくできないということだね。つまりこの結果の中で必中の術式は付与されていないことに気づくレジー。欲しきならの術式を見破った時の伏黒以上の名探偵ぶりだよ。先生感動しちゃうね。しかし
それはそれで厄介。この領域では必中効果ない代わりに術式精度の上昇が半端じゃない。単純な必中必殺の領域よりよほどやりづらい。配色濃厚。そんな言葉がレジーの頭をよぎるが、でもそうはならないのが俺って感じだよな。影分身にボコられている間、放っていたレシートを再継承させ、3台の車を具現化したレジー。しかし伏黒の看護アウェーテは影の領域、そのまま足元の影へと沈んでいく。失敗したように思われたが、次の瞬間謎の重力が伏黒を襲い動けなくなる。それを見たレジーが一言、やっぱりね。一体レジーは何をしたのか。答えは影の能力にある。伏黒の領域を一言で言うなら影。もちろん足場も影だ。術者は足場に呪力を流していないと吸い込まれてしまう。そしてそこから物を出し入れ、物だけではなく人も出し入れできる便利な領域。しかしそこからレジーが見抜いたポイント、それは武具のストックが少ない。自由に何もかもを出し入れできるなら武器を大量に用意すればいい。しかしそれをしないのはキャパが少なくて自分一人分の空きを常に確保しておく必要がある。もしくは影に格納した物の重さを自身で引き受ける必要がある。レジーの答えは後者。影に潜ませている物体の重さを常に受け止めなければならない。だからレジーはこの仕組みを利用し、わざと乗用車3台分を影に吸い込ませ、24トンの重さを伏黒にかけたってわけだ。いやあ、頭良すぎでしょ。頭悪いファッションしてるのにね。俺は足元に気をつけながら君が潰れるまで重さを足し続ける。領域の特性を逆手に取ったレジーが優勢に。しかし抜けてるんじゃないか。黙ってレジーの話を聞いていた伏黒が言った。未完成でも領域は領域、上も影だ。そう、領域は360度、すべてが影。どこからでも式神を生み出せる。レジーの頭上から万象が出現。そのままレジーを押しつぶした。どっちが先に潰れるかな。レジー領域内でクライマックスに向かうレジー VS 伏黒。171話はここで終了だ。いや、不完全ながら領域を徐々に扱えるようになっている伏黒。様々なポイントがあった。今日はそこから見ていこう。以前よりも領域内でできることが増えた伏黒めぐみ。最初領域を披露した第58話、騎士ライド死では、イメージしろ、もっと自由に、広げろ、術式の解釈を、と、無理やり使っていた。今でもまだ完成には至っていないが、それでも、様々な可能性を秘めていることがわかる。まずここで気にしたいのが、解釈の拡大というところ。一番最初に展開した時は、複数の式神の刺激、そして、自分の影を鳥として使っていた。そして今回は、360度全方向からの式神の生成、そして、自分の影分身を実体化させて攻撃までさせている。自分の影からイメージしたものを作り、自在に操ることができるようになっている。これは、術式への解釈が拡大したからに他ならない。今回はまだ自分の分身しか作り出せなかったが、術師としてのレベルが上がっていくにつれ、この操れる範囲、そして物が増えていくんじゃないかな。これは余談だけど、もしかしたら伏黒のノンフィクション好きという設定が邪魔しているのかもしれない。ノンフィクションばかりに触れていて想像力が足りないから、まだ自分しか作れないってことさ。もっと漫画を読みなさい。もしファンタジー小説なんか読んでいたら、ドラゴンとかを影で作っていたかもしれないけどね。つまり伏黒めぐみの特殊の影防術の本質は、影から何でも作れる能力。しかしまだまだ本人のイメージ不足によって進化は発揮されていないというのが現状だ。実際式神以外で作れたのは自分の影分身のみ。なぜ自分自身を作れたのかというと、毎日鏡で見る自分が一番強くイメージできるからだ。もし伏黒が想像力を鍛え、術式の解釈がさらに広がれば、完成形では影から様々なものを作り出せるかもしれない。まだまだ未完成だが、さすが全家の血を引く才能あふれる術師だ。ちなみにこの伏黒恵みについて、今度特別授業をするつもりで今準備しているから、この機会にぜひチャンネル登録をして学園に入学。楽しみにひざまつきながら待っていなさい。伏黒の領域展開の能力について触れたことで、両面スクラについても新しい説が浮上する。待たせたね。タイトルでも言った通り、今回はそれについてがメインになるよ。スクラが伏黒に対して異様な執着心を持っていることはみんな知っているだろう。これに関しては様々な説が飛び交っているね。特殊の影防術の元ネタから考えると、死者を蘇らせる宝剣があり、それで復活を企んでいる、なんてのは有名だ。しかし、今回の伏黒の領域展開を見る感じだと、他にも、スクラが企んでいそうなポイントがある。勘のいい生徒は気づいているかな？そう。さっき説明した影から何もかもを作り出せる能力だ。そしてもう一つ大事なポイントは、スクナの術式が一つではないという疑惑だ。スクナの術式に関しては、たびたび呪術廻戦の衝撃情報が公開される番組、万堂小林の2021年2月の放送で、剣道小林さんが悪富校長に対して、スクナは二人分の術式を持っているんですか？と質問している。これに対して、ああ、
そうですね、と何とも歯切れの悪い回答をしている我らが悪富校長。きっぱり否定していないことから、術式を複数持っていることは確定だろう。そして何ともはっきりしない答え方から、まだまだ秘密は隠されていそうだ。例えば、他人の術式を奪ってストックできるとかね。普通に考えて基本的に一人一つの術式だが、少なく二つ持っている。斬撃の回、8。そして、炎を操った風が、明らかにタイプの違う二つの術式だ。これは、少なから自然と発生した第二の術式というより、後から身についた、もしくは手に入れた術式だと考えていいだろう。つまりスクナは他人の術式をコピーまたは奪うことができると考えられる。ハンターハンターでいう幻影旅団の隊長クロロみたいなもんだね。スキルハンターだよ。それを踏まえるとスクナが伏黒を執念に狙うのは特殊の影棒術を奪うため、そしてその本質影からイメージしたものを作り出すという効果を発揮させるために伏黒の成長を待っているということだ。伏黒が成長し特殊の影棒術を自由に使いこなせた場合、極端な話マコラを可能な限り呼び出すことだってできてしまう。呪術回戦無限マコラ編の突入だ。さらに影で自分を増やせば両面どころではない無限スクナだって完成するわけだからね。ごめんごめん、ちょっとはしゃぎすぎたかな。何はともあれ完成すれば間違いなく作中最強クラスの特殊の影棒術。呪いの王が欲しがらないわけがない。その目的は自身の肉体を影で生成するのか、特殊の影棒術の残された式神が何か関係するのか。このスクナの術式や目的の考察に関しては他にもまだまだあるんだけど、今日の授業では足りないからまた今度授業しようかな。様々な可能性が暗示され始めた171話。だが本筋は2人のバトル、 2.4 トンの重さに耐える伏黒、そして板書に踏み潰されているレジー、びっくり仰天のガチンコ我慢比べが始まってしまった呪術廻戦。そろそろ決着がつきそうだ。次かその次で2人のバトルは終わるだろうね。重要なのはその後伏黒はレジーを殺すのか、ポイントだけを奪うのか。しかし今回分かったように、レジーは新影流の原型である、いや骨面を披露している、賢者を知っているような発言といい、昔の術者である可能性がまた高まった。そうなってくるとレジーから賢者についての新しい情報を引き出せるかもしれないね。だがレシートは現代のものだよね。謎は深まるばかりだ。そして高輪とハゼノキの決着の行方はまだまだ瞬き厳禁。続きが気になる呪術廻戦、来週の授業も楽しみにね。今回の宿題はこの二人の決着がどうなるかだ。先生は伏黒が勝った後レジーを殺してポイントを取りに行くと思うが、こんなけどさすがにパパグロすぎるかな。みんなの考えをコメント欄に提出してくれ。何？テスト勉強が忙しい。そんなことは知らないよ。では来週また会おう。さようなら。